皆さんこんにちは、ロック TV のケンです。新イベントユニコで来ましたね。でこのユニコレの、イベントミッションで選手カード60枚ゲットっていうのがあるので、お期限が来そうなお気に入りガチャがあるので、フロンターレガチャ引いていきたいと思います。できれば85が以上が出るまで引いてみたいと思います。一発目から来たら嬉しいんだけど。まあ待てますよね。どんどん入ってきます。結構あるので、1枚ずつは決めると思うんですよね。今一瞬見えたんですけど、今何月なのか。最後に引くかな。まあ虹以外いらないんで、赤黒でも黒でも黄色でも一緒ですね。来い。お気に入りガチャで虹ける確率ってどれぐらいなんですかね。旗手は85以上いるんで、ピースに引きます。残り時間か。これは嬉しい。何が来る。ジェジーさん、ジェジーさんがフュージョンしておる。まあまあまあ嬉しいです。
これで金 EP 来てくれたらね、いいことないんですけどね。来い。ああまあまあまあ、こんなもんですね。ここで来てくれると。すげえ。もう十字がいらない。もう十字がいらない。おお、登り。まあまあまあ、ありですね。これからも川崎ガチャとか、お気に入りガチャ。いろいろ聞いていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、エッキビでした。